今夜、神立のナイターでですね、iPhone をなくしてしまいました。パークで、キッカー飛んでランディングで転んだ時に、落っことしてしまったかと思われるんですが、ポケットから飛び出してね、悲しんでばかりはいられません。僕の友人がですね、探す方法を教えてくれたので、かなり精度の高い捜索ができるというアドバイスを受けたので、現時点でもまだね、やっぱパークにあるんですね、iPhone 探せを見ると。なので、これはかなり期待できるんじゃないかと、信じて、僕のね、可愛い iPhone を捜索しに参りたいと思います。行くぞ！神立スノーリゾート、到着しました。時刻は11時。俺の iPhone を探しに行きます。行くぞ！さあ、やってまいりました。この美しいナイターゲレンデ。ここのナイターに、こんな時間23時、たった一人で来るのも、まあ生涯これが最初で、最後ではないでしょうか。もちろん最後であると祈りたい。そして、私の iPhone は無事見つかるのでしょうか。GPS というテクノロジーの精度の高さにね、期待と、そして祈りを込めて、これより捜索に参りたいと思います。見つかってくれ、俺の iPhone！ すんごい並んでます。神立ナイターのリフト。こんな時間にこんな人を集められるのは全国でも神立だけでしょう。待ってろ、俺の iPhone！ 今助けに行くぞ！よし、到着しました。このキッカーを飛んだところで点灯しているので、この下あたりじゃないかと思います。さあ、近くまでやってまいりました。これね、妻の iPhone ですね。妻の iPhone の、iPhone を探すで、友人を救出するっていうのを使っております。行ってみましょう。もう少し下ですね。これね、相当精度がね、高いということなんで、こいつを使うことで、かなり、おお、かなり近い。おっと？この辺ですね。めっちゃ近い。一旦板を脱いで、うわ、めっちゃ近い。やはりさっき転んだこの辺りではないでしょうか。あー、もうなんなら重なる。サウンド再生音はしてるでしょうか。鳴ってる。え？あった！あった！あったー！俺の iPhone 救出！俺の iPhone 救出しました！やったー！時刻は23時56分。俺の iPhone 救出しました。やったー、はあ、よかった、よかった。さあ、皆さんも見えるかな。ぜひ覚えておいてください。誰かの携帯 iPhone を使って自分の、アカウントをログインさせてですね、友人を救出するという、やり方から。でね、これ、サウンド再生っていうのをやることで、向こうの iPhone にね、音を出すことができるんです。これです。聞こえますね。よかった、見つかった。サンキュー。この情報を教えてくれた北海道のケンタに感謝したいと思います。ふぅ。iPhone をスキー場でなくしたときは、友達の iPhone と連携して探すことができるので、
ぜひこのやり方を覚えておいてください。気をつけなはれや、天然パーマ。帰ってきて気づいたのですが、めっちゃ踏まれてる。エッジの跡バリバリ入っとるかな。でも見つかってよかった。